この時間帯から言いますと、もう野々村もですね、はい、ボスの前へ出て、ボスがですね、ワンボランチのような形ですよね、ボスが今そのポジションの変更をですね、チームメイトに今指示をしています。ボスが中央の一番守備的な位置に残っています。そしてこの位置に野々村がいます。さらにその後ろに武藤がいて、チャンスだった、先制点、ジェフ一から開放待望の先制点、中盤の武藤、浅くなったディフェンスのその裏、待望の先制点を挙げましたジェフ市原。またね、変わって入ったね、野々村からのパスですよ、はい、後半の15分選手交代が行きましたジェフベンチ。今のシーンです。野々村から相手に当たって、そしてバックの裏まで流れていきました、はい、このボールです。武藤がね、最後の最後までボールを諦めずにね、走りましたよね。後半の15分、ジェフ市原待望の先制点。